どうも、このまるです。きーたろうです。じゃあ今日は、それスノーマンにやらせてくださいに、エナブの出演が決定したので、そちらの話をしていきます。まあ、それスノーマンにやらせてください。まあ、いわゆる、それスノの、ダンス頂上決戦に、もう、エナブが参戦ってことで、めっちゃ楽しみだね。わかる。楽しみすぎて今こう収録してますから、だって。そう。ってなって。ねえ。その次回予告でね、発表されたんだけど、まあ、9月13日の放送で、エナプから、ジョンウン、ヒスン、ジェイク、ニキの4人が参加するのかな？ねえ。しかもさ、J-POP、K-POP 対決なんだね。そのコンセプトも面白いよね。ああ、確かに。しかもさ、なんか予告見たらさ、なんか、例えば、スマップ踊ってたりすんじゃん。そのエナプが。確かに、そうだね。ニキとジョン踊ってるね。そう。なんかそんな、なんか、楽しいっていう。しかもなんかすごい上手そうみたいな。当たり前なんだよ、うん。当たり前なんだけど。いや、わかるわかる。なんかすごそうみたいな。ねえ。え、なんかさ、ダンスのスキルめちゃくちゃあるからさ、その、なんて言うんだろう、土台はさ、うん、もうめちゃくちゃあるじゃん。そう。うん、けどさ、この、なんて言うんだろう、日本っぽいアイドルの振り付け、みたいな、うん、ね、の踊ってるの見れんのやばいよね。いや、そう、結構新鮮だと思うし、なんか割とさ、さ、動き的にはその予告で見た感じだと、動き自体はシンプルなんだけど、体の使い方がえげつないみたいな。うん、そのウェーブ。そう、上半身しかまだ見えてないけどさ、なんかウェーブね、うん、やばいよね、動きとかね。いや、わかるわかる。そうだね、体の使い方ちょっとやばいね。やばいよ、こんな。楽しみ。しかもさ、紹介やばいね。YouTube でさ、登録者数、1000万人超えとか言って。レベル違えってなるよね。本当に。やべ、震えるやつ。いや、すごいね。うん。なんかすごいね。ほら、もうそれスノのさ、このダンス頂上決戦ってほんと人気企画っていうかさ、もうほんとさ、めちゃくちゃこれまでも豪華なね、うん、方々が出演して、我々もね、動画撮ったことあるけど、そう。うん、そこにまさかのザ・ K-POP の、ほんとに K-POP のエナプがね、参戦するからね、やばいよね。そうそう。いやー、ありがたいわ。いい時代になったね。こういう共演がいっちゃん楽しいからね。やっぱ、うん、確かに、やばいね。そうだね。結構ほら、日本ってさ、コラボ盛んなってきたじゃん。やっぱ最近いろんな番組でさ、音楽の日とか、まあ、ザ・ミュージックデーとかもそうだけど、それこの間ね、音楽の日で、まあ、TXT がね登場して、うん、もうザ本流の K-POP やってきたって思ったけど、この日本のバラエティ番組でエナプが出るみたいな、うん、それのダンス企画でやるってすごいよね。そう、本業の目も結構見れる、うん、ダンスっていうさ、ところを活かしたやつだし、そんなみんな大好きに決まっとんねんかね。本当に、うん。やばー。なんか韓国でもあんまりなんかあるんかな？あんまなさそうだよね。特にさ、まあ、日本のアイドルとやることはあんまないだろうし、そもそも。こういう、本当の、ね、本当の日本のアイドルだから。確かに。いや、そうだね。うん。しかもこう、こうやってまた女子がいる感じもね、なんか、しかも女子も、その、あらゆるアイドルだからね。あらゆる経歴の人たちがおるから。ジュリナーとかさ、後藤真希とかさ。確かに、ももクロの彩香さんとか、イーガールズだった石アンナさんとか、結構そうだね。日本のガールズのアイドルの生たちみたいな人が来てるよね。いや、てか、なんかすべてのさ、トップ界隈っていうか。確かに。すべての、そう、完璧な界隈から来とるん。わかる。確かに。いや、そうだね。ほんとそうだね。うん。いや、でもしかし、石井さんやばいやろうね。イーガールズはやっぱやばいじゃん、結局。ダンスもうえげつないから。そうだね。うん。もうさ、なんかダンス面において、やっぱさ、ほら、LDH やっぱ結局最強だなって思っとんねんか、うちら。わかる。ほんと幼い時からもう、ね、めっちゃやってきとるもんね。EXPG 出身が、なんかなんなら輝かせてますみたいなとこあんねんか、エンタメを。その、翔太郎とかさ、そう、ランちゃんもそうだし。確かに、そうだね。いや、本当に、もっと EXPG って人たちね、結構多いよね、今ね、この、ダンス&ボーカルとかアイドル業界に。この、岩本さんもだよね、確かね。あー、そうだね。で、ダンスを上手なんやろ、多分。そうやろ。いや、めっちゃ上手、うん、めっちゃ上手。もう土台ってなるよね。そうだね。確かに。うん。エンティームの K 君も、3代目の直人さん見て、我々の世代は育ったよって言ってたもんね。それ、K 君の好きなやつやねんか。みたさん、個人的に好きな K 君の、なんかちょっとよいしょ気味があるところが好きなやつやねんか。ね、よいしょまで言ってないねんか。いいエピソードだなって思っとんがんに。いや、わざわざじゃないと出してこんちゃう。そうだよね。いや、好きな。そう、だから、そう。まあ、K 君だってまあ、そうだね。K 君もいわゆる、まあ、EXBG 出身みたいなとこもあるから。そうだね、そうだね。でも、やっぱ、エナプ視点で言ってもみんな上手い上に。だってみんなめちゃくちゃ練習してんだから。で、ジョンモンと、そう、ニキはやっぱその、ね、ダンス面では引っ張ってってるイメージあるし、もちろんヒスンとかもそうなんだけど、うんうん、まあ、個人的にはやっぱニキが、大爆発してるとこすごい。もうすでに動きやばそうだから。そうだね。
うん。なんかさ、すげーうめーってなるところ想像して勝手に分けるとこあるよね。いや、わかる。めっちゃわかる。ねえ。うん。エナプしてたら絶対2級うまいのってわかるじゃん、普通に。そうだね。うん。ああ、まあ、絶対あると思うけど、そう、2期とラウールさんのね、2期ラウの並びとかもお願いします、みたいな。2期ラウえラウ2期どっちかな。でも、2期ラウで言ったら、ラウールさんの方が年上だね、ラウールは20超えとるから、そうだね、2期だってまだでしょ。2期まだだそうそう、2期まだな。2期まだだよね。2期ってなるね。だいぶ。確かに確かに。かっこよすぎ疑問な。いつもさ、なんでこんなかっこいいって疑問で、うちらさ、エナプのなんか動画ね、最近取り上げてなかったけど、なんか本当にかっこいい2期をさ、見つけては送り合う瞬間あるよね。そうなん。かっこいいとか言って。そうなん。2期の画像ね、本当に見つけては送って共有、みたいな。そう。2期とウォンビン。そう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 。2期とウォンビンある。動画ではね、あんまり最近あれだったけど、画像は送り合うみたいな。そう。ありがとうみたいな気持ちになる。なんでこんなかっこいいとか言ってね。そうそうそう。そうあ、でもよく考えたら、スノーマンって、まあ、結成はもっと前だけど、2020年デビューなんよね。うん。で、アイランドも2020年だったでしょ？で、エナプもその年にデビューしてるよね、確か。そうか、2021か。2020。だから結構同じぐらい、デビューって言ったら同じぐらいかもしれんね。エナプね、その年のうちにデビューしとるから。あ、そしたら2020年だね。そうそうそう。うん。同じ。じゃあ結構その、あれなんだ、本当に同じで、そのなんか、ちょっと同志感あるんかな、その、国違うから同志感生まれるかわからんけど。そう、わからんけど。まあでもなんか、すごいよね、本当トップ、だからどっちの国でもさ、トップ同士って感じで、なんかトップ同士の共演みたいなのあるよね。うん、いや、そうやっちゃう。普通になんか YouTube 1000万ってありえんからね。まず。そう。え、だってさ、私今日たまたまさ、ブルピンがすごいんだよっていうのなんかしなきゃ今更言っとったねか、聞いたろさんに、うん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 。で、あんま伝わってなさそうだったから、YouTube のさ、登録者見たら9000万とかで震えたね。震えた。9000万みたいな。なんかそんな人おるみたいなさ。うん。まあなってさ、他のあらゆるグループじゃあどれぐらいなんだろうって調べたけどさ、そんなに1000万いくのもなかなか珍しいみたいな感じだったよね。調べた感じだったら。うん、そうだね。いやほんとトップオブトップよ、1000万超えてんのは。そう。だからやっぱエナプってすごいんよね。うん、結構レベル違くてやばいね。うん。いやそうなんよ。でもあれだね、なんかオタクの欲深いとこ出ちゃうけど、そのバラエティに強い J もちょっと言ってほしかったな、見たかったな、みたいな。確かに。いや、あ、でもそうだ、ほんとそうだわ。いや、そうだね。ソヌもいてほしかったよ、普通に。いや、確かに。いや、全員。ソフも？え、全員？そう。じゃ全員欲しかったね。全員欲しかった。あー、てか J はやっぱなんか、その、やっぱ日本とのさ、親和性やっぱあるじゃん。ね。うん。なんか、日本語ほんと上手だなっていうので、好感めちゃくちゃ持てるからさ、なんかそれ披露してほしかったね。うん、確かに確かにそう。ちょっとなんかそれも見たかったな、みたいな。なんか文化とかもちょっと理解ありそうだしね。J だったら、うん。確かに。ね、もうグレーさんと共演したりとかね、もうライブも出たりとかね、そうそうそうしとったし。そうそうそう。以上でね、今回は、エナプが、それスノーマンにやらせてくださいに出演することが決定したので、そちらの話をしていたんだけど、いや、ほんと放送が待ち遠しいね。ねえ。てかやっぱエンジンさんもさ、やっぱ日本のバラエティだから、すごい喜んどる方多いわ。うわー、そうだよね。なんかしかもさ、それそのってさ、例えば K-POP 系だったらさ、ケプラーが前来てたじゃん。で、あれも結構話題になってたじゃんね。そうそうそう。だからその時になんかエンジンさんとかはやっぱ出てほしいなって思ってたらしくて、そういう方って。すごい。そうそう。そう、でも今回さ、本当に出とるから。まあ全員じゃなかったけど、うん、もちろんね。そう、でも、なんかいいよね。やっぱさ、あの時も結構話題になったしね、出た時。うんうん。そうだね、確かに。これ以上人気になるんですかとも思うけど。うん。出てね。確かに。本当に。そう、ただでさえこんなもん人気なのに。でもなんか、いいね。こういうさ、バラエティ地上波に出てくれるとさ、よりさ、お茶の間にも広がるからさ、その素晴らしさ伝わるのいいじゃん。やっぱ。ね。確かにね。なんかさ、K-POP してる人はさ、もうエナプなんて全員、ね、エナプのことなんてもうみんな知ってるけど、確かにそう、お茶の間って言った点では、ニキも日本人だし、なんかその、うん、まだね、まだ若いっていうのもあるし、なんか、いいね。なんかその見つかりそうな気はするね。そうだね。てかやっぱそう思ったら、ますます J 出てほしかったなんていうの。だってそのグレー界隈でもね、知られてるわけじゃん、J って。あー、確かにそうだね。てか別にグレーが好きじゃなくてもさ、なんか多分ロック界隈では絶対話題になってんじゃないかな。いやー、わかるわかる。うん。絶対、うん、わかる。知ってる人はめっちゃ多いと思う。そう、増えたと思うから、なんか、出てほしいね、うん、スケジュールだからしょうがないけど。そうだね。
あとそのさ、ニキがさ、スイートベノム。だから自分たちの曲も踊ってるやつもあってさ、うん、なんか、さ、ニキさ、この衣装的に赤ジャージでさ、ちょっとラフな感じ、うん、衣装じゃないスイートベノムみたいな。わかるー。てかめっちゃかっこいいね。動きとかやばいしさ、絶対キャーって感じやがった。いやなんか完全聞こえた気がするんで。そう思ったよ。うん、いや、わかるわかる。うん、まあ、だからさ、ソレスノの放送が楽しみだよね。そうだね。